不思議な染め球。え、そんなことが？染め球でライフスタイルが変わる。もっと素敵に、楽しく、美しく。どんなものでも染められる驚きの染め球。衣服、革の小物、靴、家具だって、電気製品だって、なんでも。それを実現するのはナノテクノロジーの技術です。粒子の単位が100万分の1ミリという極小レベルの世界。通常の塗料とは比較にならない超微粒子が素材の表面にくまなく付着していきます。だからどんなものでも思いのまま、誰にでも簡単に染められます。また速乾性にも優れ、作業に時間がかかりません。素材の質はそのまま、揉む、引っ張る、何をしても剥がれたり色落ちしたりしません。塗るのではなく染める、それが染め球の大きな特徴です。染め球の上手な使い方です。吹き付けは遠くからではなく近くから。といってもこんな近くからではダメ。目安は15センチぐらいの距離からです。薄く素早く吹き付けます。染め球は周りに付着しないので養生も簡単。室内で使っても辺りを汚すことはありません。そして何度か乾燥させながら作業を繰り返します。T シャツ、ジーンズなどには型紙を使ってもっと楽しいオリジナルデザインを。素材の風合いはそのままに。洗濯しても色落ちしないし割れません。なぜ？それは染め球だから。吹き付けは離れすぎないように。また近すぎても垂れてしまうので注意してください。目安は15センチぐらいの距離からです。ゆっくり拭くと染めた部分の膜が厚くなり、剥がれ割れの原因になります。ご注意ください。正しい吹き付けは薄く素早く、そして吹き重ねは違う方向から 3,4 回です。濃い色は直接薄い色に染め替えられない場合があります。その際はベースコートを先に使います。これも吹き付けは薄く 2,3 回。濃い色を薄い色に染め替えるときはベースコートを下地にし、その上から染めた色を吹き付けてください。革製品の中でスエードなどは使い方によって素材の質感が変わる場合があります。使用説明書をよくお読みの上お使いください。染め球には染め替えの難しい製品があります。撥水加工など表面処理された製品、発泡スチロール、ペットボトルなどのポリエチレン製品、油分やシリコン分を除去できない製品、以上のような製品には染め球が適用できません。ご注意ください。